は、肌調理整顔法の黒川です。今回のテーマ、頭蓋骨です。特に前頭骨の変形についてお伝えしようと思います。本題に入る前に、皆さんが持っている骨のイメージ、それについて少しお話をさせてください。まず老化といえば、筋肉や皮膚の衰えがイメージできると思います。皮膚や筋肉は年齢とともに変化する対象であると理解されているわけですね。では骨、頭蓋骨は変化する対象でしょうか。ベースの頭蓋骨はそのままの形で、その上にある筋肉や皮膚が老化する、変化するというふうに思われてないですか。頭蓋骨も年齢とともにその形は変化し、老化していく対象です。副鼻腔、皆さんご存知ですか。この顔の奥に空洞が4種類あるわけです。その中でも前頭洞は30歳ぐらいで成長が止まると言われています。そして上顎と、ここに関してはもう老人になっても少しずつですが、さらにまだ大きくなり続けるわけですね。要するに骨のくぼみがどんどん膨らむわけです。ですので歯の根元が痩せるというのも、実はこの上顎洞の広がりから来ているわけです。また2011年アメリカの美容医療に関する医学雑誌で、顔の骨が年齢とともにどのように変化するか、その分析が発表されています。20代から40代、65歳以上の女性のこの頭蓋骨を比べると、老化によって頭蓋骨全体が下方向にずれていく、そして眼下、眼球を入れるこのくぼみの上下幅が大きくなり、若い頃に比べると2ミリから3ミリほど幅が広くなっているということが報告されています。ところがね、これね、これ平均値の発表なんですね。でもし変形の強い方、こちらのサロンによく来られますけれども、変形の強い方を追いかけてみると、この幅の広がり、変形に関して言うと2ミリや3ミリほどでは全然とどまってないです。頭蓋骨の大きさや形状は変わる、この知識を持った上で今回の動画を見ていただくと分かりやすいと思います。それでは頭蓋骨、特に前頭骨の変形についてお伝えします。前頭骨というのはブルーの部分ですね。いわゆる額、おでこの部分です。でここがどう変化するかというと、額と頭頂部が張り出してくるわけです。で正面から見ると額が四角く厚みを持って前に出っ張ってしまいます。で頭頂部も同じように盛り上がります。そして顔が肥大することにより、こめかみの部分はくぼんだように痩せてくるわけです。すると目元も張りがなくなり、やつれて見えてしまうわけです。変形は日常的に頭が締め付けられるような感覚とか、目が重い、だるい、もうすごくもうなんか取って洗いたいとかっていう方もいらっしゃったり、うん、そうですね、あと頭痛の頻度が多いという症状も同時に訴える方がとても多いです。でこの額の変形はどのようにして起こるのか、その原因は大きく分けて2つあります。まずひっついていた前頭方向が離れていく、2つ目は先ほど言った眼下の広がり、この2つの現象が顔の老化の要因であると考えています。では前頭方向が離れていくという現象について、もともと前頭骨は2歳の頃までは左右に分かれているわけなんですね。6歳頃になると完全に融合して、それは1つの骨になるわけです。この分かれ目を前頭方向と言います。この前頭方向が完全に合わさっていても、わずかな柔軟性が残っています。頭蓋骨が動くときにわずかなリズムに合わせて、この前頭骨は2つの動きをすることが分かっています。すごいですね。額の変形が起こっているとき、前頭骨の皮膚はピンって張り詰めたような、こう緊張しているわけですね。で前頭骨に張り付いて下部組織のゆとりがなくなって、皮膚が動かなくなるわけです。これは皮膚張力がバランスを崩している状態なんですね。そうなると骨を含めた下部組織の位置を固定させている皮膚の機能が働かなくなるわけです。この皮膚の位置による固定ということに関しては、過去動画を上げています。5番目に挙げた顔の変形はここで定着する、で詳しく説明してありますので、そちらをご覧ください。持続的な皮膚の圧力が弱まると、前頭方向を起点に骨や下部組織が斜め下にずれて固定されてしまうわけです。老化するとこういう顔になっていきますね。もともと皮膚張力の正常なベクトルというのは前頭方向に向かってこう集まっていると考えています。
ですのでこの張力に沿って中心に下部組織を誘導すると額やこめかみなどに現れていた変形や緊張感が緩んでくる。その時の実感をお客様は何とおっしゃるかというと、ホッとするとか安堵感、私苦しかったんですねっていうようなことをおっしゃいます。想像つかないようなこう締め付け感が額に来るわけです。そして次に額を変形させるもう一つの原因、眼下のこの眼下の広がりです。イラストの目のくぼみのところから見ていただくと分かりますね。これが眼下です。ここは一つの骨がくぼみを作っているわけではなく、小さな骨、要するにたくさんの骨の一部が集まってこの壁面を作っているわけです。で、額側には前頭骨があります。で、鼻側には涙骨と歯骨があります。で、側頭側には胸骨、そして下側には上顎骨で、奥側には長頸骨と後蓋骨が存在しています。イラストを見ていただくと分かるように眼下の奥にひびが入ってますね。このひびの部分が骨のつなぎ目であり結合部分なんですね。頭蓋骨は通常28個の骨から構成されていて、縫合によって互いに連結されています。先生時の時にはこのような縫合部分は成長のためにちょっと繊維状の結合組織で柔らかく埋められているわけです。で、まあ、動きやすいように成長しやすいようにできています。それが成人になるにつれて様々な接合部分というのはその部分が骨、骨化して硬くなっていくわけです。そのように厳密に接合されていたとしても、先ほど述べたように、まあ、前頭骨のこの境目のように柔軟に動くんですね。この境目が表面の皮膚張力の歪みのベクトルに反応してしまい、引っ張られるようにわずかに開いてしまうわけです。この開き部分を埋めるように形成するその骨もだん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 サイズが大きくなっていくわけですね。この接合部分がどんどん埋められていく。そうなると眼下自体のくぼみも広がっていく。まあ、私の施術の実感からするとそのような印象があります。掲載された老化によって眼下が数ミリ広がるという現象、このような変形のプロセスが起こっているのではないでしょうか。この眼下の広がりと額の肥大は連動して起こっています。前頭骨の縁が大きくなって下がっていくわけなんですけれども、見ていただくと分かる通りこの奥側にあるわけです。ここが広がってしまうわけです。この頭蓋骨の崩れは容姿を急激に老化させてしまいます。目元のシワやクマ、フェイスラインの崩れ、この原因を肌や表情筋に向ける前にベースとなる形、頭蓋骨の変形を無視して改善はありえないというのが私の考え方です。顔の表層に現れたシワやたるみ、張りのなさに目を向くのは分かるんですけれども、よく顔を観察してみてください。それを気にする前に実は若い時に比べて目や鼻、口の位置が下がっていったり離れていったりしてないですか。このベースの変形が顔の表層にシワやたるみとして現れているのですから、根本的にアプローチをしなければ変わらないのではないかというふうに私は考えています。それは頭蓋骨を定位置に留められなくなった皮膚にアプローチすることがとても有効であると私は考えています。この状態の改善に用いているのが皮膚張力です。皮膚は薄い膜です。確かに。で、骨は太くて硬いですね。骨の上に筋肉や脂肪、皮膚が相乗に積み重なっているというのがまあ常識だと思うんですけれども、私の施術上の経験から言えばちょっとそれ逆で、皮膚をベースにして皮膚から脂肪、筋肉、骨の位置が固定されている。皮膚がなので劣化するとその下にある骨も動くというのが施術上の経験から得られた実感なんです。では額と眼下の肥大についてもう少し詳しく説明してみます。目は顔の中でも一番よく動く部分なんですね。眼輪筋や頻繁に動く上まぶたの動きは内部刺激として皮膚張力のバランスを担う働きがあるのではないかというふうに考えています。体の正常な機能を担う内部刺激については6番目の
メカノバイオロジーの動画をご覧ください。そこで詳しく説明しています。目元の変形により目の動きがぎこちなくなる、その不自然な動きからくる内部刺激によってさらに皮膚張力のバランスが歪み変形が加速する、その悪循環が起こるというふうにとても感じています。目が動くときにわずかながらも額の前頭骨も伴って動くわけですね。目と額の変形は一体で起こっているので、目と額の負荷のある、要するに異別になってしまってそして動く、その内部刺激と変形かる皮膚の固着が相まって頭痛の締め付けや肩こりまで引き起こすと考えているわけです。顔の変形でよく見られるのがこの眉毛部分の盛り上がりなんですね。これは下方向、要するに頭蓋骨が拡大するときに縁がどんどん広がっていっているわけなので、どうしても下方向に下がってしまいます。下方向に広がろうとする額と四方に広がろうとする眼下が眉毛部分でぶつかってしまうわけですね。で、そして盛り上がってくるわけです。こううまく合わせているときは良かったんですけれど、広がってくると重なってきますね。それが跳ね上がるように眉毛部分を盛り上げてしまうわけです。内部に眼輪筋の土台となる眼下角膜というのがあります。前頭骨の骨膜とそして眼下につながる筋膜、この2つの広がりの影響は額の骨膜を抱えている皮膚と眼下角膜を抱えている皮膚、正常な時はお互いに柔らかく重なっているわけなんですけれども、それぞれの変形が質が違うので、どうしても眉毛部分ではありとあらゆる、2つの大きな変形が合わさって盛り上がってしまうわけなんですね。要するに皮膚ははっきりとした分かれ目があるわけではありませんが、内部、この部分は骨を抱えている、この部分は眼下角膜を抱えている、そのようになんとなくなんですけれどもつながりがあるわけです。質が違うものがそれぞれが別の変形を起こした時に、皮膚の表面でむにゃっとしたこう盛り上がったりずれたりとかする、その現象が起こってくるわけです。ですので内部の組織が複雑であればあるほど、その表面にある皮膚はどうしてもいびつに変形というかたるんだりシワになったりっていうことが起こってくるわけです。具体的に言うと額が広がろうとする、そして眼下角膜の部分も広がろうとする、そうするとそれが合わさることによりこの部分は硬くなりながら、そうですね、鼻筋ですとか 眉頭あたりはカチカチになりながら広がっていくわけです。お互いにこうという左右から寄ってくる硬い広がりがここで合わさるので、すごく苦しい状態に眉毛や目頭のあたりはなってしまいます。そうすると見た目には左右の眉毛の間が広がったり、眉頭がつり上がって跳ね上がってしまったり、鼻の高さが失われたり、そして鼻背っていうところ、鼻筋のところのお肉がどんどん痩せてパキッと張り付いたような状態になってしまう。はい、では最後に額と眼下の広がりによる影響をまとめておきましたので、ご自身の判断基準にしていただくといいかと思います。顔全体の影響ですね。目の下にクマができる、で眉毛の盛り上がりができて八の字にこう斜めになって、眉毛が斜めになってくる、で眉毛の毛流が乱れてきます。だんだんなんかこう整わなくなってきます。あとまつ毛が少なくなったり、まつ毛の生え方がまっすぐきれいに前方に向かわなくなったりします。であとまつ毛の根元の内側にあるはずの粘膜が表面から見ても白い線として現れてきたりするわけですね。インライン、黒いインラインを描かないとなんか不自然な目元になってきたりします。はい、そして最初のうち上まぶたがむくんだように広がってきます。である程度を超えると今度は一気にまぶたが痩せ始めます。そして上まぶたの皮膚がコーティングしたようにこう張り付いたような、古い角層が堆積している状態なんですけれども、パキーンとしたような状態になります。下まぶたにも起こってくる場合がよくあります。で、目尻と目頭、この皮膚がちょっとクチュクチュっと縮め状態になって、こう奥にくぼんだような張りを失ったような状態にもなってきます。次に顔の形での変化ですね。目の位置が斜め下に下垂する、要するに目の位置がどんどん変わってきます。こうだんだんこう変なこう斜め外に広がっていきます。そして顔の下半分の拡大、こうこうこう広がってきたり、もしくは萎縮したりします。これ同じ原因なんですね。表面側で広がれば拡大になりますし、下顎骨
要するにフェイスラインを超えた後だとぐっと急に痩せたような状態になったりする、まあ、原因は一緒で位置のズレから来ています。そして頬の痩せ、頬がくぼんでくる、鼻や口の下垂、要するにもう位置がどんどん変わってきます。で、額頭頂部の張り出しさ、これは先ほど言いました。そして顔の動き方ですね、それとくっきりとね、目が開けられないような状態、またそうですね、こうまっすぐ人を見たりしていようとしているんですけれども、こうなんかこうややこしいこう目つきになってしまうというのも特徴です。そしてご本人の苦痛の度合いですね、苦痛を感じる状態は目の周りがとりあえず重いっておっしゃる方が多いです。眼球の周囲に渋皮が張ったようなこうザラザラした、まばたきをしてもなんか常にこうザラザラってしたような感じ、砂を噛んでるような感じになったりする方もいらっしゃいます。で、目を開けていることが苦痛なので、こういうこうなんかこういう感じにこう目を閉じ気味になったりするという方もいらっしゃいます。あとこめかみや頭頂部が締め付けられているような違和感、このようなことですね。あと体全体の影響でいうと首こり肩こり、まあ、これはもうよく言われることですね。あと前傾姿勢です。あと歩くときに足がね前に出にくいので、何かこう恐竜とか恐竜のようなこういう歩き方になってしまうというのもこの部分の張り出しから来ているが多いです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は頭蓋骨の変形について説明してみました。顔の変形って言っても様々なものがあって、そのプロセスも複雑なんですね。で、顔の形が変わることから来る老化のイメージが少しでもお分かりいただけましたでしょうか。簡単な方法で改善できるのならば、それは本当にそれに越したことはないんですけれども、さ、細かいところでありとあらゆる劣化もしくは質の変化、癒着が起きていて、そこを無視して改善を図ろうとしてもなかなか前に進まない方が多いのを実感しています。そうですね、たくさん遠くからも悩んでらっしゃる方からのご質問などをいただいています。なかなかこういうことをの情報がないので、これからもこうやって動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたぜひご覧ください。ありがとうございました。